ケルンとは、西ドイツ海軍のフリゲートで、ケルン級フリゲートの一番艦である。同艦は、西軍備後の西ドイツが初めて自国で建造した、大型水上戦闘艦でもある。艦名は、ケルン氏に由来し、ケルンの名を冠する艦艇としては四代目である。ケルンは、HC ストラッケンゾーンハンブルク造船所にて1957年12月21日に、寄港、建造され、 1> 翌1五十八年十二月六日に浸水した。その後偽装と試験公開を経て、1六十一年四月十五日に西ドイツ海軍に収益した。西ドイツ海軍収益後、ケルンは後に建造をされた姉妹艦とともに第二護衛艦船隊に配属された。その後二十一年間にわたって収益し続けていたケルンであるが、1 9 7九年に 新型のブレーメン級フリゲートの建造が開始されたこともあり、1982年12月17日をもって退役した。退役後のケルンの船体は、当初は姉妹艦の予備部品供給源とするために保管されていたが、1989年7月に6番艦 F225 ブラウンシュバイクが退役したのを最後に、西ドイツ海軍に、 現役のケルン級フリゲートは存在しなくなった。このため、ケルンの戦隊は1989年11月以降、シュレースビヒホルシュタイン州ノイュタット市にある、ドイツ海軍の教育機関の一つ、海軍防衛訓練センターにおいて、艦内の火災及び浸水に対するダメージコントロール訓練に使用されている。小型水上戦闘艇については、1956年に、 ジルバーメイブ休業来店が収益し、1957年には、ヤグアル休業来店への収益が始まっている。同時代に、西ドイツが独自に建造した大型戦闘艦である、ハンブルク旧駆逐艦一番艦、ハンブルクは、1959年1月20日に起航。第2号衛艦船隊は、1959年2月1日に、編成された。編成当初は、 クックスハーフェンを母校としていたが、1968年にはビルヘルムスハーフェンに移転した。第二護衛艦船隊は1988年9月30日に解体され、その伝統は同年10月1日に編成された第二フリゲート船隊が引き継いでいる。ありがとうございます。